1月の1週目入りました、2002年だね。2002年の1月入りました。さあもうね、下敷きもあと少しでね、1歳と2歳になるのかな、うん、数え年で3歳かな、確かわかんないけど、とりあえずこいつ太らせねえといけないから、そういえばこいつ激狩りの状態でよく頑張ったなお前。もう激狩りだからもしかしてあれなのかな、避けられたのかな、いろいろ回避できたのかもしんねえな、まあ、とりあえずこの魚あげるか。ちょっとね、固形物を無駄にあげて、これでもかっていうほどこの壁に固形物を埋め込み、甘やかしすぎました甘やかしすぎましたかね。いやでもしょうがないんですよ、嫌われてるんですよ。甘やかしてるけど嫌われてるんですよ私は。しょうがないんです、許してくださいコロセットちゃん。俺はね、とりあえずこのね、下敷きにね、もうあの愛されなきゃいけないのよ、ロイヤリティを上げないといけないからさ、許してくれよ。あ、でも結構上がってんな、さっきの大会をね通して、どうしよっかな。で、これまだ嫌いなの俺のこと、見てみるか。あ嫌いじゃなくなってる、よかった。ここからちょっとじゃあ厳しくしても良さそうだな。あーよかった、あーよかった、こいつ俺のことも嫌いじゃねえんだ。まあ今どっちのもない感じなの、無感情かな俺に対して何も思ってないみたいな、完全に無感情の状態なのかな、もう誰それ状態なのかな。だったら俺嫌いの方がまだよかったなまあいいや、とりあえず北海イラバーあげるかね。食い物を、固形物をとりあえずこいつに入れ込んでさ、こいつを太らせないといけないから。でまだこれ、あれちょっと待って、さっきあんまり見てなかったけど、まだあれかな、好きなのはミルクもどきなのかな、まだ好きはミルクもどきなのか。これなんか赤ちゃんとか関係なく、単純にこいつの好きなものがミルクもどきなのかなってこと。結構安上がりのやつだよな、だとしたら。あーまあいいや、トレーニング挟むか、ちょっときつめのトレーニング入れよっかな。まあ回避上げんのもいいんだけど、これどうしようかな、どういうステータスの上げ方が正解なんだろう。もう回避完全にもうね捨ててっけど、やっぱり力と丈夫さ上げてて、やっぱライフ上げたいよね。でもこの状態だったらライフもね結構足りねえ感じがするんだよな、最後の試合見てる感じ。圧倒的にやっぱそこら辺でね負ける可能性が高くなっちまってっからなっちゃってるから、だからちょっとライフも上げていくかって考えたら、ライフ上げるとなると、ライフ確実に上がるのはこっち側では特にないのか、完全にじゃああれか、走り込みだけかな。あ、一応プールじゃないや、ライフが上がるやつ、この待ってね、プールでもいいけど、賢さが下がるのも結構痛いよね。ガッツが上がりにくくなるの結構きつくない？もう猛勉強とかもあんだ、この一回勉強させてあげてえな、こいつこいつにとりあえずさ、鹿児島の場所だけ教えてあげようぜ、日本地図見せて。47都道府県全部覚えなくていいから、鹿児島の場所だけは覚えておこうっつって、鹿児島の場所と鹿児島の県庁所在地だけは覚えておこうっつって、それだけはちょっとね、あの学ばせてあげようよ。それだけ分かればもうね、あの主人公の鹿児島くんはね、とてもとても満足しますのでですね、鹿児島よしおくんね。だからまあこれもライフが上がるから重り引きにするか、まあ、結構ね重り引き多いね。で次ライフだけ上げるやつにしようかな、走り込みの。いいね、出来合いでも一応成功まで持ってきてくれんな、いいじゃんいいじゃん。回避下がるのが痛いけどな、いや下がるもんがあるのかな、結構な調整が難しいよね。下敷きは元気みたい、いつも元気だなお前は。まあ、元気ねえ時でも元気そうだもんな。どうしよっかな。じゃあ、あともう一回トレーニングで走り込み行きます。はい、走ってくれ、頑張れ下敷き。一周だけってすげえ、でも確かに甘やかしてるよなだってこの1週間で1周だけでしょこれ回ってんの結構ゆるいトレーニングだよなこれ。いいのかなこんなので、こんなので許してくれんのかな。まあいいか、まあ、とりあえずガンガン走り込み入れてきまーす。よし、ライフ上げてこ、下敷き頑張ろう。あ、おい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 、あれ下敷き、お前バカなくせに賢さ低いくせにそういうことやってんじゃねえぞお前。
おめえよすげえ悪い顔して笑ってたなさっき。いやこれは叱るでしょさすがに。いやいいね、でも反省できるっていうのは重要なことだから。ここで反省ができなかったらねもうどうしようもないけどさ、ここで反省できるからまだね、まだ未来あるよね。とりあえず魚もどきあげて太らすか。いやでも、まあ、ミルクでも一応太るのかな。ミルクもどきあげるかこれ安上がりだし、安いもんで済ませる。うちは安いもんで済ませようぜ。まあ、ミルクもまあまあね、まあ、とりあえず脂肪をつける分にはな全然あるからね。ああ何ストレス上がってんのか。そっか、ストレスを下げるやつは確かアイテムであったからまだ激狩りかな。あーまだ激狩りか、難しいな。むずいな。あれ俺また嫌いが俺になってる。え、さっきあれ叱ったから反省、反省のところで。いやお前それはねえぞ。反省してるけど俺のこと嫌いになるのはねえぞお前。おい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 、ちょっと待って、下敷きとの関係性がちょっとねひび入ってきてるわ。ちょっとねお互いの信頼にひびがね結構入ってきてる今。やばいよこれ。おい下敷きちょっとどうにかしてくれよお前。お前そういう子じゃなかっただろ。これあげるから夏美草、これで元気出してくれ。これで元気出して俺のこと好きになってくれ。それあげたの俺だぞ。その鳥じゃねえぞ俺だぞ。俺がそのアイテムを買って君にあげたんだぞ。だから俺のこと好きになれ。オッケーか、分かったか。とりあえず走り込みするぞ。まだ走り込みするぞ。ガンガン行こうガンガン。よしいいよ、えらい、いいね。ちゃんと反省してるね昨日のことは。昨日っていうか先週のことは。まあそれはえらいわ、反省してるのはえらい。でもなんで俺のことが嫌いになる、反省しているふりして。なぜちょっと俺のことが嫌いになっている。まあ仕方ない、もうちょっともう一回これ走り込み入れてから休憩入れようかな。はい行こう、頑張ろう下敷き、これ最後だから。次の週休めるから。よしいいね、えらいえらいえらい。で次の週休もうかな。あ下がり幅がちょっと下がってるな。やっぱ疲れてる状態だと下がり幅も下がるのか、違うわ、上がり幅も下がるのか。まあ いやここはちょっと休養取っておこうな。休んで、しっかり休んでおいて次に備えよう。でまた大会があるわけですよ3月のね4週目に。その大会に向けてもっと頑張らないといけないわけだけど、やっぱりライフを上げたい気持ちはあると。でもね多分ね他のステータスはねそこまでね、そこまで影響ない気がするんだ。やっぱライフだと思うんだよ今回重要なのは。だからもうガンガンライフ上げていこうかなと思いますわ。行こうぜ、頑張ろう下敷き、ライフ上げとこう。賢さもどっから上げてえな、やっぱり頭の良さ必要だよな。いや賢さ高いやつやっぱ強えもん。あいいね、200乗せてえな、そろそろ200を乗せたらもう結構壁としていい感じの役割果たすんじゃない。でも壁のくせにこいつ激狩りだからな、激狩りの壁なかなかいねえからな RPG でも。だいたいなんかデブのやつがねその壁としての役割みたいな感じで HP めちゃめちゃ高かったりね、防御力がめちゃめちゃ 高かったりするんだけど、こいつそうでもねえからな。それがねちょっと矛盾をね生んでるんですよこれ。ちょっとまずいね。まあ、いや、ここはミルクのもどきあげといて、好きなもんあげよう。うん、さあしっかり飲んでくれ。それあげたのも俺だからな、その鳥じゃねえぞ、俺だからな、それをあげてるのは。あ、覚えてるよ、それに向けて頑張ってるからね。で3週目で、あ、なんだ郵便来た、はいはいはい、ありがとうございます。なんだい、うん、ほう、あ、修行かな、また。あ、出た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 、これ語彙力激つけときゃいいと思ってんじゃねえぞ、激安激ヤバ即ゲット。あ、でも結構語呂いいな、リズムいいな、リズムなんかブギウギ商店街の CM を思い出したわ。買いに行ってみようか。まあこの間この調子この間でちょっと買いに行ってみてもいいかもね。まあいいか、とりあえず走り込み行こう。とりあえず今買うものはねえからガンガン走り込み行ってよし頑張れ下敷き、いいぞ、次の大会までずっと走り込みだ。あと100周しよう、あと100周、1日1周じゃ足りねえよ。
1週間で1周はマジで足りねえ。100周しよう。100周しかもその距離だったらいけるだろう。100周ちょっと疲れてる。まあ3周目までは育成入れて、走り込みでガンガン育成入れて、よしいいぞ、頑張れー、まだまだまだ、オッケーオッケーオッケー。いやいいね、成功率は高いね。でレベルが上がったと。よし、レベル上げられるところまで行ったな。この状態でじゃあ休息入れて休養。いやでもロイヤリティが低いな、ロイヤリティが低い。待って、これロイヤリティ上げる方法誰か教えてくれ。がっつり褒めた方がいいの？でも出来合いになっちゃうもんな、それがな怖いんだよ。忠誠心めちゃめちゃ低いんだよこいつ。何この通信交換でゲットしたポケモンみたいなこの忠誠心の低さ、やばいよ。どうするかこれ。まあでも行くか、行くっきゃないよな。行こうぜ。まあ大丈夫。まあでも前回結構ね、その意味不明なことすることによるね弊害が結構出てたから、それがちょっと怖いけど、まあでも行きましょうね。参加費ゼロだからね、人気度だけがちょっと怖いけど、まあでもそれはまた優勝した時にこれ戻せばいいんですよ。いや一回負けてからの這い上がっての優勝の方がドラマチックだから、ビリゲルみたいな感じでね。うん、上がるから発行部数、そう印税とかいっぱいもらえるから、そっちの方が作品として。よし行くぜ。はい、エキサイティングの大会今スタートです。はい頑張ろう。よし行くぞ、下敷き。さあ前回と、あーメンツはちょっと変わってるな。6ガイガーが出てる。あでもあいついない、なんだっけ、あのガンバーン、最後俺が負けたやつ、ガンバーンいなくなってる。え、これなんかもう俺の独壇場みたいなとこありませんか？ありませんか？なんちゅう喋り方急に。なんでそんな変な喋り方になっちゃったんだろう。よし行くぞ。さあ丈夫さ、あーまあでも結構あれだな、もうステータス負けてるな、やっぱワーランモに対しては。まあ最初にとりあえず、あちょっと待って、間違えた、もうハリブス差し入れて、最初にもうここで先制しておきたいね。ナイス回避。あ倒れ込みしちゃった。いやー待って、お前連続攻撃はずるじゃん。あでもガッツ上がってますからこっち。あやっべマジ。いやハリブス差し行こう。待って、なんでお前強くなったの？お前も修行を経たのか？お前も修行を経てきたんだな、任せろ。いや待ってくれ、やばい、攻撃がめっちゃ通ってる。まずいぞこれ、まずいぞ、普通にまずい。いやこっちもガッツ低くなってんのか。ちょっと待って、これどうする、これまずいな普通に。これ結構普通にまずい状況になってんな。一気に近づいて、でハリブス刺し、なんで当たんないのハリブス刺し、最悪本当に。え、マジで当たんない、ガッツ低すぎるのかな。いやでもこれしょうがねえよな。いやもう行くしかないもん、だってもうこれだって HP で負けちゃうもんね、こんなの。もうがっつり行かないと。いやーやばいぞ、普通にまずい。オータオル込み行こう。いやーオータオル込み行けないか。いやーボロ負け、最悪、一個もダメージ通らなかった。嘘だ、前回ワーランモには勝ったけど今回負けちまった。おいスカーフいじるなお前、おいマジか。一個も当たんなかったな。あいつの回避力高いな。回避そんな高かったっけあいつ。うつアンバー強そう。マジか。あまずいねこれ、ザンバー勝ってるね。ってことは強いのか。ニコレってどんな感じだったっけ。ピボルスはめちゃめちゃ弱えんだよなこいつ。こいつピボルスは多分ね、間違えてる、来る場所、来る場所は明らかに間違えてる。もうピボルスがかわいそう。もう飼い主が間違えてるもんねこれ、だってね、エントリーしてるのは飼い主だから。これもうピボルスがかわいそう、被害者、完全にこのブリーダー文化の被害者。さあ6ガイガーは負けたろ。オフリーも初だもんなこれ。さあザンバーとの戦いですよ。これは初めてだから分かんねえな。いやーこれ4段階目の攻撃がないでほしいよな。下敷きそこがねえからな。やっぱこれあれだな、ガッツ上げる賢さ必要になってくるねこれ。いって、いやーハリブス差し入れたいな。あーいって、やめて、近づいて近づいて、ガンガン近づいて。
離れないで。よし、ハリブサシ行こう。なんで避けられるの。よし、オッケー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 。で、近づいて離れよう。ガンと、よし。いや、まずい、あぶねー。で、倒れ込み行こう。いやー、避けられる。まずいぞ。これは引きたい、これは引きたい、これは引きたい。一回引きたい、一回引きたい。で、大倒れ込み入れたいな、これ、土壇場で。土壇場で近づいてきたときに、もう先に先制攻撃で倒れ込み入れたい。はい、オッケー。いや、意味不明なことしちゃった、最悪。こういうことだよな、忠誠心の低さ。倒れ込み行け。よし、当たった、いいぞ。いやー、でもこれは微妙だな。もう一発入れないと。うわ、マジで倒れ込み行って。うわー、当たんない。いや、もう連続攻撃、連続攻撃、いけ、当たれよ、当たってくれ、お願いだ。うわ、ダメだ、これはパーセンテージで負けだな。うわー、やっぱこれ忠誠心が、忠誠心が、忠誠心の壁が生まれてる、完全に。いや、これ忠誠心上げないとな、まずいぞ。これはちょっと良くないな、状況として、状況として非常に良くないですね。ザンバー選手見事勝利しましたと。いや、ダメだなこれ。ピボルス、ピボルス勝った。ピボルスどうやって勝ったんだ、逆にあの感じでどうやって勝ったんだろう。本当に細かいね、攻撃の仕方してたのかな。ニフレだっけ、俺のことすっげえ連続攻撃してきたやつ、なんか根性みたいなやつで。あ、ロクガイガー負けてるな。ロクガイガーは弱いのかこれ、もしかして。いやー、でもここで2敗してるけれども、ここから全勝すればいいだけですから。さっきはね、そこからね、バン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 勝てたからね、それまで持っていきたいね。いや、オフリーもなかなか強いな、2連続で勝ってるのか。いやー、ちょっとこれは強いな。あ、強い面々が揃ってるな、これはちょっと油断できねえぞ。さあ、まあこいつはまあ緩く勝ちましょうかって感じですね。まあさすがにこいつに負けることはないと思うから、まあこんなもんだからね。まずいぞ、まあ、それはそんなに強くなかったはず。でもガッツ下がるのか、ガッツ下がられるの結構痛いな。で、なんかすげえ避けられるようになってない？え、命中下がってる俺もしかしてこれ。あ、待って、危ない。よし。で、もう一回ハリブサチ行こう。オッケーオッケーオッケー。これ一発入れたら結構でかいな。一発入れるだけでもだいぶでかいから。いやー、まずいな。ガッツがガンガン下がりまくってるな。これはどうしようもない。やめてくれ。もうここは我慢だ。ガッツが下がってるけれども。いや、ガッツ上げられないな、こういう敵には。全然ここはオーター折り込み入れます。うわ、最悪、オーター、うわー、ちょっと、うわ、なんで、なんで、下敷き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 、やってくれ。よし、うわ、避けられた。でも最悪、最後に入れてくれ。よし、オッケー。これはまあ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 、でも比率的には問題、いや微妙か、なんかすっげえいい勝負な気がする。あぶねえ。あぶねえ、マジで。危ない、危ない。ちょっと下敷き危ないな。ちょっと忠誠心の低さが露骨に出てるな、今回に関しては。さっきより低いもんな、だってな。さっきの大会より低くなってるから。これまずいか。やっぱり忠誠心は大事だな。忠誠心を上げるためにはどうすればいいんだろう。やっぱり褒めてあげた方がいいのかな。なんかいろんなね。一つ一つの場面において要所要所褒めておかないといけないのかな。いや、でもそんなに褒めすぎたらやっぱり溺愛モードになっちまうからな。それがな、そのね、その調整の仕方というかさ、その塩梅が難しいんだよね、その褒めるときつくするの。いやー、もうね、難しいな。いやー、サスベイン強いな。あ、サスベインはいるのか。サスベイン勝てるかな。サスベインさっきね、ボロ負けしたからね。サスベイン勝ちてえけど、あいつ火力半端ねえんだよな、見た目通り。ザンバー、ザンバーは俺も負けたんだよな。で、ザンバー勝ってると。ザンバー3勝か。サスベインでも2勝なんだな。いっぱいされてんのか。誰に負けたんだ、サスベインは。オフリーに負けてるのか。ちょっとオフリー怖いな、ちょっと注視しとこう。で、次がロクガイガーだね。ロクガイガー1勝してんね。さっきまで全敗だったけど、ニコレに勝ってる。ニコレか。ニコレ今回微妙か。
うわこいつもさ、なんかあれだよね、オープニングに出てたやつだよね。うわなんか意外と顔ちっちゃい、小顔だ。何小顔ローラーやってんのかな。筋肉だけ鍛えて小顔ローラーやってんのかな。よしここはタオル込み入れよう。いやーなんかすげえめちゃめちゃ回避されるようになってるな。えーぐっマジ、あーやっばい、終わった、最悪。マジ嘘だろ、こんなやつが2連敗したの。何この世の中。3人目でオフリーとサスベインに負けてんのか、6回が。マジでうわこれちょっと、オフリー負けた。ニコリに負けた。なんだこれ、相性の問題か、単純に。サスベインとワーランモの戦いだ。あ、まあ、でもワーランモ俺も負けてっからな。あでも前回勝ったからな。サスベインがそんな感じで負けるんだ。いやサスベイン今の6階側ぐらいね、火力があったイメージだけど。いや、まあ、ピボルスはまあそうだよな。ピボルスに負けてるニコレはマジで恥じた方がいいと思う。一旦お前も D 行きだな、ニコレも。お前どんなにこれから勝とうが D 行きだ、もう。お前もうこの世界でやっちゃいけないと思うわ。いやちょっとオフリーこれちょっと注視だな。これはちょっと怖いな。でも HP 的には、うわ回避がたっけな。命中でもまあそんなに高くないのか俺。命中曲げた方がいいな、これ間違いなく。やっぱり大事な時にね、食らっちまうからよ。いやー最悪、うわーやめて、そんな食らう、結構食らっちゃう。あ、これはびっくりさせるだけ。うわーやっぱり、どうしようこれ本当に。あ、オッケー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 。めちゃめちゃ食らう。サスベインなんで負けたのこれ。お前サスベインも D 行きか。お前オフリーも D 行きだぞこれ、こんなん。いやサスベイン安定してっけど、なんでニコレに負けた、ニコレじゃねえやオフリーに負けたんだ。どうしたサスベイン、お前そんなやつじゃねえだろ。いや6階が強えな。6階が最初の2敗何だったんだよ。いやーこれ結構混戦になってんな今のところ。最高が3勝か。いやでもザンバーが4勝してんのか。いやここで俺が全部勝ってザンバーが2敗しないと俺まずいのか。難しいな、ちょっと厳しい状況になってきたな普通に。これはなかなか際どい戦いだ。いやでも2勝するっつってもな、サスベインがいるからな。こいつ俺嫌い、トラウマなんだよこいつ。洗礼を浴びたんだよまず一番最初にこいつから。やだやだやだ、本当に本当やだこの感じ。このなんだケルベロスみたいな感じやめてほしい本当に。なんかもうなんつうの、なんかこうもう統一してほしい、体と頭でなんかもう統一してくれお前は。違う違う、お前そんなんじゃダメよ。いやもうこれはさ、もうガッツリ行こう。もうこれ一気に攻めた方がいいよ。いや危ないなこれは。待って一回これはドンして、まずいぞ。オッケー、ナイスナイス回避。いやーリブスタジうわー、待って一回回避したい。待ってくれ。うわガッツダメやすいのやっぱでかいな。いやでもこれ厳しいか、もうガッツの差でこれ きついな。これはちょっとギブアップにするか、 KO 負けするよりかマシだな。これもガッツのため具合的に厳しいよこれは。もう勝てる試合じゃない。いやーちょっとなんかやっぱりあれだね、なんかステータス露骨にどっか上げるとかじゃない方がいいかもしれないな。これやっぱオールラウンダーでいった方がいい気がするわ。全部平等に上げていくのが一番賢いような気がする。なんかそんな感じがしてきたな。いや賢さとか上げるかこれ、ちょっと今から。
いや難しいなこの育成の仕方。そうかそうか、まあでも、ね、命中の低さも結構問題な気がするけどね。なん大事なところで当たってないからさ、そういうところにやっぱ命中上げるのも大事だよな。もうなんか他のなんかもう戦いとかどうでもよくなっちゃってるもん。俺も下敷きのことしか見てないもん。こんだけ俺は下敷きを愛しているんだぜ。こんなに下敷きのことを考えてる。他のやつらが戦ってる間ももうずっと俺は下敷きのことを考えてる。もうそんなのにもうなぜこんなに私は嫌われているのか、下敷きに。不思議でたまらない。これ漂流した漂流した透明なビート板みてえなさ潜在写真、これ好きだからいいけどね。別にこいつには買っときたいな、とりあえず名誉のためにも。あーこいつには買っときたい、とりあえず名誉のためにこいつには買っときたいね。あー一旦形成入れたいな。おーなんだなんだ、そんな攻撃もできたのかお前。痛いな、単純な蹴りやめろ、すね蹴るのやめろ。うーんやめて、危ない。いやこれはハリブス刺ししてとどめ刺したい。なんで貫通してきてるこいつ、貫通するな俺の下敷きを。待って、いやーマジで当たんねえ、マジで当たんねえな、これガッツに引くさ問題だな。いやこれなんか命中とかより正直さ、うわ最悪、正直さ賢さ上げた方がいいんじゃないのって思い始めてきた俺。思わないこれ、なんか思わん、絶対これあれだよね、ガッツのせいで命中率下がってんだもんね。なんかそんなコメントなかったっけ、あったよね、ガッツが何に影響してるのかっていうのがちょっとあれだけど。いやーあーでもこれ勝ったには勝ったか、あ勝ったには勝った なんか微妙な感じだけど勝ったには勝ったな。お前なんか背中になんかあれない、チャックない、ファスナーあるぞこいつ、この猫。おいもう正体表せよ、お前中に人間入ってんだろお前。ニコレ、いやーまあよかった、とりあえずニコレには勝ったな、名誉は保たれた。あぶねあぶね、もうニコレにも、ニコレじゃねえニコレにも負けたらもう名誉としてね、もう散々なものになりますから。人気度もダダ下がりよ、もうそんなあチャンネル登録者数もう1000人ぐらい減るから、チャンネル登録解除祭り始まるからね。あニコレに負けたら危ないよ。いやワーランも勝つのか、6階側に。え、ワーランもの今回の戦績やべえな。あとザンバーもとんでもねえな。いやー、4勝多いな、これ。これはひどい結果になったな。1回目よりひどい結果になっちまったな。いやー、でもしょうがないな、これは。ちょっとリベンジだな。でもなんか課題が分かった気がする。こうやって負けをね、繰り返すことによって。いや、まあ一人。なんで一人いなくなっちゃったの俺のファン。一人登録解除されるだけでも結構傷つくのに。今回の大会で少し成長したみたい。なんだどれぐらい成長したんだ。おいいね、回避上がるの嬉しいな。で丈夫さも上がってくれると、いやーこれはね褒めてはあげられないね、さすがに。あ褒めてはあげられない、さすがにね。そんなにね、まあ頑張れた感はなかったな。とりあえずちょっと忠誠心がまずいんだよな。ミルクもどきあげてどうしよっかな。とりあえず好感度を上げないと。やばい、好感度が低い、このままだと結婚できねえこいつと。 ありがとう、ご苦労様でした。何ですか、あまたこれ修行、またこれっつうか、さっきはあれか、セールか、これは修行っぽいな。あ、修行来たね。修行って高いんだよね。ちょうどいいし、下敷きに修行出してみようか。これは修行出そうかな。あ、そうだね。あ、そうだそうだそうだ。4月か。さあ、今年も歌っちゃうよ。おお、聞かせてくれよ。君の美しいその美声の音色を聞かせてくれよ。ああ。さあ、出た出た出た。頑張れー下敷き、もっともっと上を目指せよ。カラオケだったら85点ぐらいはいったかな今の。あらなコルセットちゃんからのね、この下敷きの好感度が下がってるな。つーとかこいつなんて名前、コルトだっけ名前。プレゼントあげれば喜んでくれるかな。はい持ってってあげて。ジョイ
もう直接渡そうぜ。じゃないと分かってくれねえよこいつは、これ俺らが渡してること。あ、喜んでる単純だな、現金だな下敷き。まあこれからも頑張ってよ。他人行儀だな、なんか下敷きはちょっと疲れてるみたいだね。これ一回休ませて修行出すか。え、待って、これさ、ロイヤリティ上げる方法誰か教えてくれロイヤリティ上げる方法教えてくれ。アイテムじゃどうにもなんねえぞこんなの、やべえよ。ロイヤリティ低いからあれだよね、鹿児島優勝になってんだもんな、これも多分。いやでも激狩りの状態にもなっちゃってるしな。これどうすればいいんだよマジでよ。ショップでなんかないのかな、それをどうにかするやつ。こいつを、こいつの好感度上げるやつないのかな。あ、こういうのとか上げてみる一回。いいかもね、上げてみるか。ちょっとなんか何かが変わるかもしれない、わからない。とりあえず何かをやってみよう。行動することが大事だから、まずはやってみることが大事。行ってみよう、やってみよう、行ってみよう。稼働行くぞ。さあ受け取れ。もうそんな投げ入れろもうこいつに、こいつの口にあんしてもらって投げ入れろ。それはもう、あ、ロイヤリティは上がんねえか。なんか別にそんなに効果ねえのかな。あー微妙だな、微妙だな。だからといってこれが激狩りから変わるわけでもねえもんな。あー難しい。とりあえず今回は終わりにして、次回は修行に出そうかな。あー修行出して、でロイヤリティを上げる方法をどうにか模索しようということで、今回は終わりにしたいと思います。まあ、最終的には今回はこんな感じのステータスになったな。ちょっとね、俺が考えているのは今のところライフと力と丈夫さを上げてって、壁としての役割を果たしてもらおうと思ってたんだけど、ここまで来てやっぱりそのガッツの大切さと、あと命中率の大切さっていうところがやっぱ一つ見えたので、回避は一旦置いといて賢さと命中もちょっと上げていかないとなっていうところ。まあとりあえずライフぐらい、ライフと同じぐらいまでは上げておかないと、この C 勝つのは厳しいのかなって感じだな。頑張ろう下敷き、賢くなろう。とりあえず鹿児島の場所から覚えよう。あとはイブスキってあの指宿ってのがイブスキって読むのも覚えよう、ちゃんとね。うん、鹿児島のね地名とかも覚えようね。川に内って書いて仙台って読むのも覚えようね、ちゃんとね。うん、とりあえず鹿児島の知識からつけていこう。それから始めよう。そこから始めよう。そこから始めて、1たす1とかやっていこう。まずは鹿児島から。ということで以上、綱吉でございました。また次回もお願いします。アビアンバイバーイ。